1971年冬時点の T ーモーにおけるプリンツオイゲン。プリンツオイゲンはドイツ北部のブレーメン、ハノーファー、ハンブルクなどとオーストリアのウィーンを結んでいた国際列車である。1971年に T として運行を開始した。その後1978年にインターシティ、1987年にユーロシティと種別を変更し、 1998年からは、アイスとなった。プリンツオイゲンという列車名は2004年を最後に、用いられなくなり、列車番号、アイス91、90と呼ばれた。アイス91、90は2007年に廃止されたが、2010年冬に、復活した。ビュルツブルクからニュルンベルク、レーゲンスブルク、パッサを経て、リンツ、ウィーンに至る鉄道は、 ドイツとオーストリアを結ぶ主要な鉄道路線の一つであり、19世紀からオーステンデ・ウィーン急行などの国際列車が運行されていた。1957年の T 創設時には、オランダのロッテルダムからケルン・パスサウを経由して、ウィーンに至る列車が検討されたが見送られており、オーストリアの首都ウィーンへ乗り入れる T は1971年まで存在しなかった。 1971年のインターシティも、黄色が4号線。1971年9月26日、プリンツオイゲンはブレーメントウィーンをハノーファー、ビュルツブルク経由で結ぶ T として運行を開始した。プリンツオイゲンという列車名はフランス出身の貴族でオーストリアの軍人であったオイゲンフォンザボイエンに由来する。オーストリアでは 英雄視されている人物ではあるが、その歴史的評価は国によって差があることから、ヨーロッパ自国評会議の席上では異論もあったが、西ドイツ、オーストリア両国鉄の移行によりこの名前に決まった。同じ日に、ドイツ連邦鉄道は4系統からなるインターシティモを創設しており、プリンツオイゲンの経路の内ブレーメンニュルンベルク間は IC4 号線の一部にあたる。 途中派のオファー中央駅では IC3 号線のインターシティ、ディプロマットと、また、ビュルツブルグ中央駅では IC2 号線のインターシティ、ビルヘルムブッシュ、ドムプファイルと相互に接続しており、ルール地方やラインマイン地域とウィーンを結ぶ役割も担っていた。ブレーメンウィーン間線 97.6km の所要時間は当初ウィーン業が10時間29分。 ブレーメン行が10時間27分であった。しかしこのダイヤでは特にハノーファー・ビュルツブルグ間で帝国より遅れることが多く、インターシティとの接続にも問題があったことから、翌1972年夏のダイヤ改正で20分、あまりスピードダウンした。1973年6月3日、ティエラスムスが新設されると、ビュルツブルグでの接続相手は双方向ともエラスムスと、 なり、オランダとウィーンを結ぶ機能も担うようになった。また同時に、IC3 号線のダイヤ改正により、ウィーン行列車のハノーファーでの接続相手が、T ヘルベティアに変わっている。なお、オランダとオーストリアの連絡に関しては、T ラインゴルトとマンハイムで接続していた、IC1 号線のインターシティ、プレジデントを、ザルツブルク系ウィーンまで延長して、T にするという案もあった。 これは西ドイツ国鉄が提案していたものだが、オーストリア国鉄の反対により実現しなかった。プリンツオイゲンの走行経路の変遷。青はエラスムス。プリンツオイゲンはパッサウウィーン間の乗車率が低かった。このため、西ドイツ国鉄は1974年に運行区間をブレーメンパッサウ間に短縮し、西ドイツ国内列車とすることを提案したが、 オーストリア国鉄の反対により見送られた。対案として、オーストリア国鉄が提案したのが、途中の走行経路を変更し、ラインルール地域やフランクフルトなど、需要の大きい地域を経由させるというものであった。これが認められて、1976年5月30日に、プリンツオイゲンの運行区間は、ハノーファーウィーン間に変更され、ハノーファービュルツブルグ間では、 IC2 号線の一部となった。それまで同時刻の IC2 号線の列車であった T エラスムスは、このダイヤ改正からマインツミュー変換で IC1 号線のマンハイム、シュトットガルト経由となった。プリンツオイゲンとエラスムスは、ケルン中央駅で相互に接続しており、オランダとウィーンの間の連絡は、改正前と同様に保たれた。また IC4 号線で、 プリンツオイゲンの走っていたダイヤは国内インターシティのヤーコブ・フッカーに引き継がれており、ビュルツブルグ中央駅でプリンツオイゲンと相互に接続した。この時のダイヤ改正から IC4 号線の列車は403型電車以外は2等車を含む編成となっており、これが一等専用の T であるプリンツオイゲンを IC2 号線に移したもう一つの理由である。 後継の IC アーコブフッカーは2等車を連結している。プリンツオインゲンのハノーファーウィンカの走行距離は 1286.6km となり、これは T 史上最長であった。この間の所要時間は約13時間である。ハノーファービュルツブルグ間は i c 4 5線経由の経路に比べ 300km 以上、改正前の時刻と比べれば3時間11分の 遠回りとなっていた。1978年5月28日から IC2 号線の列車はフランクフルトビュルツブルグミウンヘン間は原則として二等車を含む編成とされた。これに伴いプリンツオイゲンもフランクフルトウィーン間でオーストリア国鉄の二等車を連結するようになった。このためプリンツオイゲンは T ではなくなり西ドイツ国内ではインターシティ、オーストリアでは 急行列車扱いとなった。1979年5月27日からは、西ドイツのすべてのインターシティが二等車を連結するようになった。これにより、プリンツオイゲンも全区間で二等車を含む編成となった。またこの時のダイヤ改正からウィーン行列車は、ブラウンシュバイク始発に延長された。1980年6月1日の夏、ダイヤ改正から、 プリンツオイゲンの運行区間はハンブルク・アルト・ナウィーン間に変更された。またハノーファー・ビュルツブルグ間は IC4 号線経由に戻り、ハンブルク・ハノーファー間は IC3 号線経由となった。この時のダイヤ改正から国際列車に対してもインターシティの種別が用いられるようになり、プリンツオイゲンは全区間で国際インターシティとなった。 ハンブルクウィーン間の走行距離は 1061km、所要時間は12時間09分であった。また1982年5月23日にはフランクフルトとウィーンをパッサー経由で結んでいた急行列車ヨハンシュトラウスがインターシティに昇格した。この列車は1968年に運行を始めており、1980年にもインターシティへの 昇格が検討されたが見送られていた。ヨハン・シュトラウスは、その後運行区間をケルン・ウィーン間に延長している。1987年5月31日、ヨーロッパの国際列車の新たな種別として、ユーロシティが導入され、プリンツオイゲンとヨハン・シュトラウスは共にユーロシティとなった。さらに1989年5月28日には、パッサウで国境を越える。 新たなユーロシティとして、フランツリストが加わっている。1991年6月2日のダイヤ改正では、アイスの運行開始に伴い、インターシティモーの再編が行われた。この時にルンベルクパッシサを考え始めて、インターシティモーのパッターンダイヤに組み込まれ、IC1 号線の一部となり、ユーロシティが2時間間隔で運転されるようになった。プリンツオイゲンは、 キールウィーン間に延長されるとともに、途中経路も IC1 号線に変更された。遠回りの経路となったためハンブルクウィーン間では、改正前に比べ3時間45分から50分所要時間が伸びている。ただし IC4 号線のインターシティとプリンツオイゲも、ニュルンベルクで乗り継げば、改正前よりも短い時間で、同区間を移動することができた。この時、ドイツとウィーンを、 パッサウを経由で結んでいたユーロシティは以下の4往復である。1995年9月24日にはハンブルク・キール間の電化に伴う動線のダイヤ改正により、プリンツ・オイゲンはハンブルク・アルトナ・ウィーン間に短縮された。ハノーファー・ビュルツブルグ高速線を走行するアイス11998年5月24日、プリンツ・オイゲンはアイス1車両を用いたアイスとなり、 運行経路は、ハノーファー・ビュルツブルグ高速線経由となった。これはオーストリアに乗り入れた初のアイスである。2003年12月14日には、ハンブルクとウィーンをルール地方経由で結んでいたユーロシティ、ヨーゼフ・ハイドンが列車名のないアイスに置き換えられた。プリンツオイゲンと異なり経路は、遠回りのままであり、ケルン・フランクフルト間でも並行するケルン。 ラインマイン高速線ではなく在来線を走行した。走行距離は1 4 4 5トルであり、アイスとしては最も長距離を走る列車であった。ただしほとんど在来線のみを走るため、標定速度は時速1 0 3トルに過ぎない。2004年12月12日からは、プリンツオイゲンという列車名も用いられなくなり、アイス91。 90という列車番号のみで呼ばれるようになった。そして2007年12月9日のダイヤ改正で、フランクフルトウィーン間のアイスが2時間間隔になったのと引き換えに、元、プリンツオーイゲンであったアイス91、90列車は廃止された。しかし2010年冬ダイヤ改正では、ハンブルクウィーン間のアイス91、90列車が復活している。2010年から11年冬、 ダイヤ時点においては、ハンブルク・ウィーン間に、アイスが1往復運行されているほか、フランクフルト・ウィーン間にはアイスが2時間間隔で5往復運行されており、うちに往復はドルトムントまで延長されている。ただしケルン・フランクフルト間も在来線経由であり、ドルトムント・ケルン間は、エッセン経由とハーゲン経由のものの双方が存在する。ハンブルクやハノーファーとウィーンの間では、 直通アイスの他ハンブルクミュンヘン系統のアイスと、これらのアイスをニュルンベルク中央駅で乗り継ぐことでも連絡される。主なダイヤ改正時点におけるプリンツオイゲンの停車駅は以下の通り。TIC 客車を牽引する103型機関車 T 西ドイツ国鉄 TIC 客車も参照1971年以来用いられている。客車は1962年以降開通区 ラインゴルトなどに用いられているのと同じ形式のもので、西ドイツ国鉄担当の T 及びインターシティの標準的な車両である。1971年時点では以下の4両編成であった。1972年夏にはコンパートメント車が1両減らされ3両編成となった。ただし繁忙期にはこの1両がブレーメンパッサー管などで増結されることもあり。 1975年には4両編成に戻った。なおこの時期客車はブレーメンの車両基地に所属しており、一つの編成が2日で一往復した。西ドイツの TICO 客車は複数の列車を組み合わせた複雑な運用が行われるのが一般的であったが、プリンツオイゲンは例外でこの客車は他の列車には使用されていない。1976年からは、 ハノーファーウィーン間を直通するのは一等コンパートメント車、開放座席車、各一両と一等コンパートメントバー号作り車の3両となり、平日にはハノーファーパスタウ間で3両が増結された。1978年からフランクフルトウィーン間ではオーストリア国鉄所属の2等車が連結されるようになった。1979年に 全区間で二等車を含むようになってからは、二等車も西ドイツ国鉄所属のインターシティ用客車に変わった。ユーロシティカゴも使用車両は同様であり、1987年時点では以下のような編成であった。ハンブルクパスサウカンではこれに二等車二両が増結された。T 時代にプリンツオイゲンを牽引したのは西ドイツ国鉄の103型電気機関車である。 オーストリア両区間も含めて全区間を牽引した。103型はインターシティ、ユーロシティカ後も用いられたが、後にはパッサウィーン間ではオーストリア国鉄の1044型電気機関車も用いられた。1998年のアイスカ後はプリンツオイゲンの車両はアイス1となった。2003年にアイス化されたもとようフハイドンも同様である。 2007年から運行されているドルトムント、フランクフルトウィーン間のアイスは、車体傾斜機能を持つアイスティーの7両編成形を使用している。また、ドイツ国内ではこれにアイスティーの5両編成形が増結される。ありがとうございます。